人生で多分一番大きな試合っていうのは感じてましたし、カオルはさ、な筑波大学に来ようと思ったのなんだろう。いや練習、大学進学を考えてて、練習参加、いろんな大学行って、ま、レベルがシンプルに高いなっていうのと、結構僕一個上の選手とかも知ってる選手が多くて、これから多分絶対強くなるなっていうのは肌感でもあって、で学業もあの体育専門学部で、ある程度じゃないですけど本当にいい、ま、学びができるんで、そこと両立させながら部活動もハイレベルだっていうのは将来生きるなっていうのは感じてます。いや俺ね、カオルがまだ高3の時は筑波が2部だったかって言ってたから、2部はね、だからもしかしてっていうので選ばないんじゃないかなと思ってたけど、それは関係なかった。それも実際も本当最終節まで僕も祈ってそこで多分1年目1部にいるかっていうのは結構大きかったんで、でもまあそこが2部でも周りの選手のレベルの方が大事かなっていうのは思ってたんで、どうせ1部に上がれるんだろうかっていうのは思いながら進学をしました。実際来てみてさ、1年のスタートからレギュラーではねえよ。全然ないですね。思い描いてた通りだったのかさ、そういう話をしたことないなと思って。いや全然想定内というか、1年目ですぐスタメンに入りたかったですけど、そんな甘くないのは承知で入ってるんで、まあ、その逆に試合出れない期間の方がいろんな自分に取り組めることも多くてプラスだなとは思ってましたし、でも徐々に小池さんも試合に使いながら慣らしていってくれたので、そこは大学リーグも順応しやすかったです。今の本当自分の武器磨くところで言うとさ、ひたすら徹しそうな、はい、ひたすら1対1やってたっていう記憶あるけど、そうですね、多分それが一番思い出っていうか覚えてると思うんですけど、まあ、僕は1対1が好きっていうのと、はい、まあ、あれも一応コンディションっていうか瞬発力もできるし、まあ、持久的な要素もありますし、一応そういった面で楽しみながら高められるっていうところで、まあ哲司も負けず嫌いなんで、本当だよな、はい、毎日毎日よく飽きずに、いかに勝って終わるかっていうところで負けた方がもう一回っていうのでずっとやってます、ね、終わらないんだよ、はい、早く終われよと思う、明日練習厳しくやりたいんだけどっていうのそんなバカだったな。そうですね、そこはまあ考えてなかったっていうか、逆に負荷をかけれるところに来れたんで、そこも考えずにじゃないですけど、そこは良かったなと思います。あれのおかげで哲司もな、1対1強くなって、今な、神戸でサイドバックだもん、それは驚きですけど、サイドバックは驚きですけど、対人も一緒にマッチアップしましたし、大学時代より全然強くなってるなって思いました。いやー、薫に鍛えられたディフェンダー、多いと思うよ、相当。まあ、僕もそれは逆もそうなんで。大学、あと何だろうな、大学来て、一番良かったなっていうのは何なの？プロに一番良かったの、まあいい意味で計画的に取り組めれるんで、大学4年間を通してプロに入った時に一番いい状態で、っていうのは考えてて、まあ、僕が高校を卒業した時は体も小さくて、今入っても、まあ、試合にもし出れても中途半端に体を作りしながらっていうのもありましたし、環境が逆に良すぎて、まあ、人としても全然成長できてない段階でプロに入るのも少し怖さがあったんで、まあ、ベターというか大学の方がいいかなっていうのは思います。そういうのをさ、いやプロに上がれたのに俺は大学行った方がその先成長できると思ったのを高校生の時に思ってたと思う。思ってたんですけど、まあでも逆に日本の文化的にやっぱり大学っていう選択肢があったおかげで、僕はどちらかというと活躍できてると思ってるんで、その選択肢がない状態でプロに行ってたら逆にどうなってたかも自分は気になるところですけど、まあ、大学に行ってよかったなっていうのは今プロ生活を3年ぐらいはやってて、それを本当に身に染めて感じてます。この辺な、俺もゴールは4年後だっていうのあるからさ、
多少厳しいこと言ってちょっとこう外したりさ、ね、お前覚えてる流刑戦の退場した後とか、はい、覚えた、ね、そういうのでお前ちょっと厳しくっていう時も、うん、まあその先見据えたらっていうのかな、うん、指導者としても先見据えた指導できるっていうのはありがたかったし、そうですね、大学のいいところではあるよ、ね、いやそうですね、間違いなく先を見据えて選手も指導者もいますし、まあいい意味で時間があるんで、あの有効活用すれば逆転できるっていうのがあると思う。ああ本当に時間っていうのは勉強もちゃんと単位取ったの、全部単位は取りますね。あとはだから教職、教職だけ取られてはないんですけど、実習が行けなかった、行けなかったんで、まあでもそこはやっぱ支障なく部活動に専念したいんで、まあ、そこは大事かなと。どうしたもんだ、ちゃんと勉強してで自炊とかもしてたんだ。たまにですね。カオルはそんな自炊派じゃない。特に1、2年の時はしてましたけど、やっぱり難しくなってきて外食には頼ってましたけど、いいところであのメニューもしっかり選んでっていうのは考えてました。俺プライベートで知らないから、はい、あたらカオルは食事にもうるさいし、はい、睡眠にもうるさいし、そうこうちょっとしたらなんかこう仲間から煙たがられるっていうか、はい、でもお前みんなから愛されてるっていうか、はい、なんなのそれは。いやいや、そういう仲間がいたっていうのは良かったなっていうのと、あのそういう高い基準でプロを目指す仲間がいたんで、僕も仲間外れにされなかったですけどそこは大事ですね、仲間の存在が。そうな、ライバルな高宮、はい、な友樹とかさ、はい、まあ、セッチコートとかな、みんな今もやってるしな、はい、ライバルいたのは大きいわな。そうだよ、代表に今入ってな、はい、まあ、俺は7年前から分かってたけど、いやいやいや本当ですかここまでなんか日本中の注目を浴びる試合で活躍するとは正直思ってなかったよ。僕も全然そこまではイメージしてないですね。でも日本がワールドカップ行くのを決める試合でさ、はい、あの2ゴールだろ、はい、あの時はどんな気持ちでピッチ入ってた。いや、人生で多分一番大きな試合っていうのは感じてましたし、ここで結果を出せればまあ人生変わっていくだろうなっていうのは、特に代表の試合になるとやっぱり気持ちもそういう風になっていくんで、それを思いながら、まあ、早く出せると思いながら、でもしっかりと準備して、あの短い時間で結果を残せるようにっていうのは思ってました。だから高ぶってると結構あの1点目のシュートも結構冷静に逆サイド流し込んだよね、はい、あれもやっぱ意外と見えてて、お吹かさないようにっていうのと、相手の足が見えたんで、そこだけ意識して、まあ、でももうボールが来た瞬間に入るなっていうのを思ってたんで、もう、まあ、アシストのおかげですけど、あの試合に関しては持ってたなっていうのは思います。自分で大学の時からやってくれよ、もっとそれをそうなんですよね、本当だよ大学だってさ、一番取ったシーズンでも7、8点だよな、9点ぐらいですかね。それが川崎行って1年目で13点です、ね、13点。だからサブの方が合ってたんじゃない。途中から出てきたらもう三笘シフト、戦術三笘、でも戦術三笘って俺決め言ったの俺だからね。そうですか、そうですか、そうだよ、筑波は戦術三笘だからまあや代表もな、いやそんな三笘を生かすっていうのも出てきてるしな。ワールドカップ出て、それは一つワールドカップ出るのはもちろんな目標だと思うし、その先にこう何を描いてるの。まあワールドカップで結果を出すことと、まあ、日本人としてもっと、いろんな人に高いレベルのところで戦えるっていうのを示さないとなっていうのを思ってるし、大学出身者としてもそこまでいけるっていうのは示したいなっていうのは。な今綾瀬もそうだしさ、森田選手もそうだしな、多いもんな。多いですね、まあ、そういう近い世代の選手があの刺激し合ってるっていうのはいいことで、それはやっぱりレオンとかも僕の後輩とかも活躍してますけど、そういう先輩だったり後輩が活躍してる姿を見て俺もやれるっていうところを思ってくれるようにしたいなっていうのを思いまして、僕もそういうふうに思ってきたんで、同じようにしてほしいなと思います。今やって日本中の
ドリブル好きの子供の憧れはもうみんな三笘だからな。まあどうかわかんないですけど、真似してくれることは嬉しいですよね。ずっとそういう、まあ、昔から言ってるけどな、人から応援される選手とかさ、やっぱ憧れられる存在であり続けてほしいなと思うしさ、ここまではそういう結果という意味でも残してるしな、ぜひぜひこれからももっと成長してほしいなと思うな。え、まだ自分としては全然上は見えてないだろ。上は見えてないっていうのはね、もっと成長できる。ああ、もちろんです、もちろんです。自分の足りないところだけを見て生活してるんで、そこを伸ばすことしか考えてないですね。その先にそういうところが待ってると思うんで、やることは変わんないです。ああ、まあ本当そういう意味じゃな、大学の15、8、19の頃が見てると本当着実にこう、そうですね、目の前のことをタイミングも良くて、オリンピックも一年ずれたりっていうのもありましたし、5人交代になったり、なんかフロンターレでプレーできたのもそうですし、タイミングっていうのは運よく持ってるなっていうのは思いながらやってます。ご縁とか本当タイミングに生かされてるのもあるけど、最後は自分でそれ掴み取るかだもんな。いやよく小江戸先生の教え子の三笘さんがって言われるんだけど、何も教えてませんけどっていつも、いやあのドリブル教えれるわけないじゃないですかっていう話ばっかりいつもしてて、第二の三笘が生まれてくるにはどうしたらいいの。指導者にちょっと教えてよ、それ。指導者ですか。僕わかんないですね、指導者。これから次のあるネクスト三笘をさ、はい、出していかなきゃいけない立場だからさ、はい、こういうのが自分にとって良かったとかさ、基準をやっぱ上げるっていうか、そこを示すっていうのは満足させないっていうところが一番大事かなっていうのは、おそらく小井さんもそうでしたし、たとえ2試合で結果出してもこんなもんじゃないとか、そういうところもそうですし、まあ、あとは周りの存在っていうか、そういうライバルとかも重要なんで、一人でやるよりもやっぱ二人で切磋琢磨する方がいいと思いますし、そういう何気ない環境作りというか、そういう競い合わせるっていうのも必要かなっていうのは感じますね。そういう意味じゃ大学の時にな、はい、あのライバルがチームの中にたくさんいました。いい意味でこう同じ切磋琢磨する、はい、同じポジションでポジション取られるかもっていうライバルがいなかったじゃん、はいはい、あんまり。そうですね、それはちょっと俺にとってはもっと厳しい環境で、それはやってあげなきゃいけなかったなっていうのは反省としてあるんだけど、まあまあ個人的にな、厳しい言葉っていうかさ、そういうのもふてくされることもなくな。いや、ありましたよ。あっためちゃくちゃありましたけど、まあ、逆にそういうのでリバウンドっていうかメンタリティっていうのも、僕もそういうタイプなんで、見せないですけど、結構畜生っていうところでやるタイプなんで、そういう何ですかね、強弱っていうのはうまかったなっていうのは僕は思います。あ、俺が、はい、そうです。いやいや、そうやって受け入れてくれてよかったよ。このね、筑波大学っていうこの場所で、はい、4年間過ごしてな。そうですね、いい仲間と切磋琢磨して成長できて、また大きい夢に向かって頑張ってほしいなって一サポーターとしてしかもういないからさ。そうですね、もうじゃあ最後にあれだ、目標だ。目標、三笘薫の目標っすか。もうまあ日本代表としてもそうですけど、やっぱ日本のサッカーのレベルを上げる選手になりたいなと思いますし、まあ、それがどのリーグでもそうですけど、日本を代表してプレーする選手っていう聞かれた時に、自分が出てくるような選手になりたいなと感じてるんで、まあ、それがいろんな人に勇気だったり、希望になって、ここでプレーしてる人もそういったところで目標となるような選手になりたいなと思ってます。頑張るとしか言えないけど、はい、応援してるよ。頑張れ。はい、頑張ります。ありがとうございました。ちくらの思い出、いろんな人に見てもらえるっていうのが
すごく嬉しいなっていうのはこの大学の第一サッカー場でプレーしながら感じたので、やっぱプロもそうですけど、いろんな人の前でプレーするっていうことがいかに、喜びであるかっていうのはその当時から感じてましたし、でもあっち側にさ、お客さんが全、はい、1000人ぐらい埋まってさ、はいはい、でこんな盛り上がるんだっていう、あ、そうっすね、あの雰囲気はもう一回味わいたいね。そうっすね、そういう環境でサッカー捧げたいよね。感じてほしいですね、ああいう応援を。Yeah!